46が離婚したことが25日分かった。それぞれのブログで報告した。天美は自身のブログで、この度私たち夫婦は離婚することとなり、先日届け出を済ませました。結婚の際に祝福してくださった皆様、このような結果になってしまい本当に申し訳ありませんと報告し、良い方向に行くようにと、この何年か二人で何度も話し合い、いろんな形を模索してみましたが、別々の道を歩むことが最良の選択であるという結論に至りましたと説明。松田も、この度僕たち夫婦は離婚いたしましたことをご報告させて